1975年に開催された海洋博。開催にあたり、インフラ整備が進められます。それは沖縄の自然や文化財にも影響を及ぼすものでした。沖縄にとってかけがえのない会社へ、沖縄トヨタグループがお送りします。日本政府が国策として巨額の予算を投じた海洋博。本島北部にある海洋博へのアクセス向上を目指し、空港や沖縄自動車道、国道58号などが整備されます。しかし、復帰前後の急激な開発に島の人々は危機感を抱いていました。恩納村中泊、国道建設地で貴重な遺跡が発掘されます。遺跡の保護を求める声は全県的に広がり、ついには国道を海側に迂回することを決定。開発から遺跡を守ろうとする人々の声が届いたのです。遺跡の保護は私たちに美しい海が眺められる道をもたらしてくれました。